続き。あ、ごめん、シエさんもか。今日乱れる？あ、そう。あ、お茶ありがとうございます。立ち上げ直したらあれかしらね、行くのかな。私の PC も別になんか大丈夫そう。お茶ありがとうございます。そうだ、シャネルズそうだったね。バンバンバンはもうちょっと前ですね。86年じゃないかな。私小学校6年生だったと思うんだけど、違ったかな。多分86年だと思うな、バンバンバンは。あ、同じだ、同じ同じ、同時期同時期。かんけさん、ひげ切ったかな、剃ったかな。ついに奥さんに言われて、後で確認するね。不思議なピーチパイ、不思議なピーチパイはね、夏じゃないんですよ確か。春じゃない、秋か確かね。か、違ったから入ってないんだよな。絶対すぐ出てくるはずなんだけど。目がピクピクする。スミレセプ入ってるよ、ボニーピンク。一風堂も夏ではない、夏ではないんだよね。結構ね、結構トラップあるんですよ。春秋、春もだから強いんですよ。あの唇を君は熱く語れとか、あれも春、あれも書けなかったね。国章さゆりのノーブルレ今はラララララってやつあれ、あれも良かったな。でもあれも夏じゃないんだよ。ちょっと真似した。
赤道小町もね、そうだよね、夏なんだよね。なんかちょっと赤道小町は仮、赤道小町、そうそう、秋なん、ディスリーじゃないよ、尊敬するしてる人しか真似しませんよ私。なんか振っていいですよ、モノマネ、モノマネしてほしい、モノマネとか誰かのモノマネしてとか。工藤静香は、工藤静香か、工藤、工藤静香、ちょっと待って、豚石鹸、違う、どうしようかな、次が、ちょっと渋いな、クリスタルキングの蜃気楼っていうのもあるよ。ちょっと途中までだけど撮ろう。お送りした曲はラッツ&ス、あ、お送りした曲は YMO 君に胸キュン、こちらがカネボウの、83年 CM 曲で、その前にかけたのがラッツ&スターの恵みの人なんですけど、これも83年で、こっちは資生堂なんだって。熱いね、熱い戦いをしているんだね、考えられないですけどね今じゃね。はい、じゃあ次行きますよ。あ、恵みの人はね、シエさんからもリクエストいただいてましたね。じゃあ次、燃えろいい女、燃えろいい女、ちょっと待って、燃えろいい女、これが、え、ちょっと待って、めっちゃ長いメールが届いててごめんね、今ちょっとつい夢中になって読んでしまった。なんだっけ、CM、
ちょっと待ってね。79年、古っ。79年、サマーキャンペーン、資生堂で関東小町が金棒バトルが繰り広げられてんね。金棒82年。ですね、ツイストですね。これはちょっとかけとかなきゃダメなんじゃないかっつうことでですね、かけることにします。燃えろいい女ですね。燃えろいい女ですね。79年資生堂のサマーキャンペーンソングです。聞いてください。これさ、なんか燃えろいい女さ、なんつうの、サビのとこしか、有名なとこしか知らないからさ、すごい変わってるよねイントロね。そういう、そっか、シーガールって何の CM？ でも赤道小町にする。吉川晃司はね入ってます。すごい変わってないこの曲。セラマサノリとツイストか。セラマサノリとツイスト。あ、さっきのね、豚&石鹸っていうのが、あの工藤静香の真似だったの。豚&石鹸。それ間違えて読ましちゃったことがあって、私がまだ入ったばっかりの時。豚&石鹸は読まずかったな、あればな。浅野ゆう子か。浅野ゆう子はちょっと奇抜すぎるかな。サガなんてバンド名だったんだ。シーガール、カネボー、マジで、マジか。それかけなきゃな。待て、土屋さんの言った通りにかけろな。88年。いや、調べる。夏、金棒。あー、ちょっとごめん、赤道小町よりそっちかけたいわ。シガール、浅香唯。似てねえ。ありがとう。浅香唯。
朝かゆい。めっちゃ聞きたくなってきた、朝香ゆいが。あれ終わり？マジかよ。ノーノー。朝香ゆい、マジか。マジか、朝香ゆい。朝香ゆい、そうですか。ちょっと待って、アレクサ？マジか、マジか、マジか。か、そうですか。朝かゆいはかけません。ごめん。赤道小町に戻る。で、今あれかけたでしょ。で、ちょっと待って。ごめん、ちょっと朝香ゆいなかった。ワイルドさん、え、知り合いに朝香ゆいのコンサートに連れて行かれたってこと？へえ、そうなんだ。まあでも可愛いよね、朝香ゆい。ああ、ナッシングさん、配信祭りだよね。みんな配信してるよな。ちょっと私の注目の
配信者まだやってる。どうすんだろうこれ、どうやってやるんだろう。寺橋さん結構あるよ、アーティストのライブ配信やっぱ増えてんだ。まあそうだよね、暇だもんな。お送りした曲は山下久美子関東小町ドキ、これはカネボウの82年の CM、 夏の CM だったそうですよ。今日はですね、今週は夏コスメ CM 特集ということでリクエスト募ったり、まあ事前にやったのも含めて、ツイキャスで、まあ、カンパケ、あ、じゃないや、収録風景を、垂れ流してるというところで、こう、覗きに来てる人が今日もたくさんいらっしゃるということですね。土屋さんが今、五大悟、僕のサラダガールも、そうなのよ、そうなの。そうだったんですよ。ちょっとね、ありすぎて、実は。埋まらないかもしれないっていうところで、どれを選ぶかっていうところでですね、結構悩ましいなという感じなんですよね。じゃあね、次どうしようかな、吉川晃司行く？ね、なんだっけな、なんかな、なんか違うんだよな、なんとなく違うんだよね。ちょっと最近のをかけよう。ボニーピンクいくか。すごく懐かしいのが続いたのでちょっと懐かしいのいきます。ボニーピンク、パーフェクトスカイ。どうしようかな、なんか、なんかなぁ。ああ、 A ちゃんにしよう。時間よ止まれにしよう。なんか最近の、ごめん、今井美樹はちょっとごめんなさい、書けないから。なんか新しいのがもうちょっとボニーピンクぐらいの、夏のってなんか意外とさないんだよね最近は。昔のはいっぱいあるんだけど、誰が
化粧品といえば化粧品、化粧品といえば、まあないんだよね。ボアとか。でも夏じゃないんだよな。あとね、倖田來未とかになってくんだよね。イージードゥダンスにしようか。シーグリーズ、シーグリーズにしようか。猫エピじゃなくて、この間すごかったでしょ、あのカウント取りだけ来たっていうね、ビートルズ10ね。ちなみに今週もあの出ますから。そう、大沢良之はね、大沢良之これなんて読むんだ、大沢良之、ダメだ今日全然頭が回んない、いつも回んないけど、あすいません、王道ちゃんは仕込んでないないです、うん、時間よ止まる時間よと A ちゃんにしよう、お送りした曲はボニーピンク、あパーフェクトスカイ、ちょっと最近のじゃないですかこれ、なんか最近のが聞きたい、最近つってもかなり前よね、もうだいぶ10、あれ何年だ、10年以上は前だもんね、早いよね、もうママですかポニーピンクさんは、多分そうよね、いやーびっくりよね、さあさあさあどうする、どうするどうするつって今ツイキャスでね、なあの配信しながら収録してるんですけど、その気ミステイク、その気ミステイク、あこれミステイクって読むの、大沢良之、その気バッ、あのちょめ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 みたいなやつで、その気ミステイクって読むんだ、それいきましょう、あいいいいいい、もういきなりイントロからいいよね、何この感じ、ちょめ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 はちょめちょめでしょ、どう考えても、you、mm-hmm.